ねえマリサ、昭和の頃って今よりもっと強い男たちがたくさんいたって聞くけど、本当？ああ、本当だぜ。昭和は男の熱い戦いの時代だったんだ。プロレスラーや空手家が互いに誇りをかけて戦うこともあったんだぜ。プロレスと空手？それって異種格闘技戦ってこと？中でも大木金太郎 vs 大山マスタツの幻の異種格闘技戦は、昭和プロレス界でも特に有名な事件だぜ。幻の？実際に戦ったわけじゃないの？そこが面白いところなんだ。この試合、実現するはずだったんだが、ある理由で中止になってしまったんだ。そんなことがあったの？詳しく教えて、マリサ。よし、今回はその大木金太郎 vs 大山マスタツの幻の異種格闘技戦について語っていくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。さて、今日は大木金太郎 vs 大山マスタツについて話すぜ。まずは試合のきっかけと背景について見ていこう。異種格闘技戦って、なんだか興味深いわね。具体的には何があったの？大木金太郎、彼は力道山の弟子で頭突きが得意技のプロレスラーだ。1975年6月17日、渋谷で記者会見を開いて、極真空手の創始者、大山マスタツに異種格闘技戦を挑むと宣言したんだ。いきなりだわね。どうしてそんなことを？それには理由があるぜ。前年に、大木は新日本プロレスでアントニオ猪木と対戦していたんだ。しかもキャリアの晩年に差し掛かっていた彼にとって、この挑戦は大きな一歩だった。なるほどね。でも、なぜ大山マスタツに？それが面白い話だ。大山がインタビューで、力道山でさえ倒せなかった相手に勝ったと、言ったことが発端だ。これを聞いた大木にとっては、まるで師匠を侮辱されたように感じたんだぜ。ああ、それは怒るわよね。自分の師匠を馬鹿にされた感じだもの。そうだ。力道山は日本のプロレスの創始者で、リスペクトが高い存在だった。だから、大木にとっては放っておくわけにはいかなかったんだ。師匠の名誉を守るためには、自ら戦うしかないって思ったんだぜ。確かに、それは大木のプライドがかかってるわね。自分がやらなければ誰がやるんだって気持ちね。その通りだ。だから、大木金太郎は渋谷での記者会見で、大山マスタツに挑戦を表明したんだ。これが異種格闘技戦のきっかけだぜ。でも、大山マスタツって空手の天才よね。プロレスラーが挑戦するって、そんなに簡単なことじゃないんじゃない？確かに、大山マスタツは極真空手の創始者として非常に強い格闘家だ。だからこそ、その挑戦には大きな意味があったんだ。単なる個人的な意地や誇りを超えた、プロレス界と空手界の大きな対決だったんだぜ。そう考えると、大木金太郎の挑戦は相当な覚悟が必要だったわね。ああ、そうだ。彼の挑戦表明には、師匠である力道山への深い敬愛と、その名誉を守るための決意が込められていたんだ。私、ただの格闘技の試合だと思ってたけど、そんな深い背景があったなんて驚きだわ。そうだな。ただの試合じゃなくて、師弟愛や格闘技の誇りがぶつかり合ったものなんだぜ。なるほどね。ますます興味が湧いてきたわ。大木金太郎と大山マスタツの対決は、ただのスポーツイベント以上のものだったんだ。その背景ときっかけを知ることで、試合の深い意味がわかるんだぜ。なんだかその時代の熱量が伝わってくるわ。すごく感動的ね。さて、勝負を挑まれた大山マスタツの反応を見ていこう。そもそも、大山マスタツってどれくらい有名なの？彼の名声は単なる空手の技術だけじゃなくて、多くのエピソードと共に広まっていたんだぜ。それって、掛け声だけで石を割ったとか？そんな感じだな。特に週刊少年マガジンで連載されていた空手バカ一代は、彼の伝説的なエピソードを詳しく書いていて、大衆に広く認識されるようになったんだ。その漫画、読んでみたいわね。でもそんなに有名なら、プロレスの挑戦を断るなんてどうしてだったのかしら。それにはいくつか理由があるんだ。まず、大山マスタツは1975年当時、53歳だぜ。すでに体力のピークは過ぎていたから、リスクが高かったんだ。ああ、年齢的に若者と戦うのは無理よね。そうなんだ。それに、極真会館という組織を背負っていたから、大山一人が無謀に戦うわけにはいかなかったんだぜ。組織の一員としての争いを避けるべきだって大人の対応ね。そうだな。7月1日に記者会見を開いた時も、そのことを強く強調していたんだ。過去には飯のためにプロレスをしたこともあるが、今は組織の一員として争いを避けるべきだとな。でも、その会見で何か特別なことを言ってたの？ああ、その記者会見で大山は、大木が自発的に挑戦したわけではなく、誰かが背後で操作しているのではないかとも発言したんだ。これで大木側を牽制し、対戦の流れをコントロールする動きを見せたんだ。つまり、誰かが後ろで糸を引いてるんじゃないかって疑わせるってこと？その通りだぜ。しかも、法的措置をちらつかせる巧妙な作戦だったんだ。大木側が表だった動きを取りづらくなったんだぜ。それってかなり頭を使った対応だったのね。そうだな。単なる力の強さだけじゃなくて、J も使っていたんだ。結果として、大木側は直接対決に持ち込むことができなくなった。本当に大人の対応だわ。まさに武道家の鏡ね。そうだ。ただの武道家ではなく、リーダーとしての資質も備わっていたからこそ、極真空手が世界的に広まったんだぜ。なるほど。大山マスタツの偉大さがよくわかったわ。次は、大山の弟子である添野義次の証言について見てみるぜ。弟子の証言って、大山の真意がわかるのかしら？そうだぜ。添野義次が後年、ある興味深いことを語っているんだ。実は大山は、大木に対して怒りを抑えきれず、私は大木に負けるわけがないと自信を持っていたんだ。負けるわけがないって、すごい自信ね。ああ、でもその自信の裏には組織の立場を考える冷静さもあったんだ。だから、直接の対決は避ける方針を取ったらしいぜ。直接対決を避けることで、極真会館の立場を守ることを優先したんだ。大山って、ただ強いだけじゃなくて、組織のこともちゃんと考えてたのね。そうなんだ。そして、大木との対戦は自分の代わりに添野に任せたんだ。それに加えて大木の右腕を使えなくしろという命令まで出していたんだぜ。最終的には大木を殺してくれというまでに激高したんだ。それって怖すぎるわよ。でも、添野はそれを断ったんでしょ。ああ、そうだ。添野は大木を殺すという命令を断ったんだ。これによって、大山の怒りと葛藤がより鮮明になったわけだ。この証言から、大山は昔の自分と組織の長としての立場の狭間で、葛藤していたことが見えてくるんだよ。確かに、かつての大山なら実力で解決してたかもしれないけど、今は極真会館という大きな組織を背負ってるから、そう簡単にはいかないわよね。組織を守るための冷静さと、自分の実力への自信の狭間で、相当悩んでいたんじゃないかしら。そうだな。この証言から見ると、大山はただの強い人物ではなく、組織の長としての責任感と個人の感情の葛藤を抱えた複雑な人間だったと言えるぜ。でも、大木を殺してくれってリクエストはちょっと行き過ぎじゃない。それが大山の激高と葛藤の極みだったんだろう。実際にはそうならなかったから、添野の冷静な判断に感謝だな。確かに、添野が断ったことで最悪の事態は避けられたわね。こうした背景を知ると、大山がどれだけのプレッシャーを感じていたかがわかるわ。ああ、組織のトップとしての重圧は相当なものだっただろう。だから、感情的に極端な発言も出てしまったのかもしれないぜ。なんだか、大山って強くて冷静な印象があったけど、実は人間らしい一面もあったのね。感情や葛藤も含めて一人の人間なんだって改めて実感したわ。でも、大木金太郎と大山マスタツ、この二人の戦いはどうなったの？結局、大木金太郎は大山マスタツや極真会館からのプレッシャーに屈して、韓国に帰国することになったんだ。それって対戦は実現しなかったの？そうなんだぜ。彼が韓国に帰国してからは、何のアクションもなく、対戦は結局実現しなかった。それじゃあ、大木金太郎はただ帰国しただけなのね。なんだか拍子抜けだわ。そうだな。彼は極真会館の組織力を甘く見ていたんだろう。大山マスタツに挑戦するのは大それた行為だったが、結局はそれが功を奏しなかった。つまり、無謀な挑戦だったってこと？まあ、そうだな。結果的には何も残らなかった。大山マスタツは巧妙に立ち回って、この試合を未然に回避しつつも、彼の立場を守り抜いたんだよ。そうすると、大山マスタツの干渉って感じなのかしら。その通りだぜ。この異種格闘技戦は、大山マスタツの勝利とされている。実際に試合が行われなかったにもかかわらず、大山はその戦略で干渉を収めた。でも、それって実際に戦ったわけじゃないのに勝てるって、不思議ね。確かにそうだな。でも、このエピソードが象徴しているのは、大山マスタツの高い戦略性と組織力だぜ。なるほどね。大山マスタツは戦わずして勝つ、まるで孫子の兵法みたいね。まさにその通りだ。一方、アントニオ猪木は同時期にモハメド・アリとの異種格闘技戦を実現させ、そのセンスの高さを見せつけたんだ。あれね。モハメド・アリとの試合は有名よね。異種格闘技戦の金字塔みたいなものだわ。そうだな。猪木の試合は大成功だったが、大木金太郎と大山マスタツの対戦は幻の異種格闘技戦として、現在まで語り継がれているんだ。それぞれ違った結末だけど、どちらも歴史に残るエピソードね。異種格闘技戦の一例として、それぞれに興味深い一面を持っているんだ。壮大な戦いの裏には、こんなドラマがあったなんて、面白かったわ。ねえマリサ、さっき出てきた空手バカ一代って誰が書いていたの？原作者は漫画家脚本家として有名な梶原一騎だぜ。梶原と大山益達は密接な関係があったんだ。梶原は大山の人生を変えた作品を通じて、格闘技界に大きな影響を与えたんだぜ。でも、あの話って結構誇張されてるんじゃないの？その通りだぜ。梶原はしばしば大山のエピソードを脚色して、実際の出来事と誇張された物語を織り交ぜて書いたんだ。それって具体的にどういうこと？例えば、大山は2ヶ月特訓すれば大木ごときに勝てると発言していたらしい。でも実際にはその体力的な自信は揺らいでいたんだ。大山益達がそんなに自信なかったの？極真会館のトップとして、個人の感情で対戦することができない立場だったんだ。だから、梶原は法的措置を取るというシナリオを提案したんだぜ。法的措置って、なんかドラマみたいね。実際にその場で弁護士を使って、大木側に挑発行為が名誉毀損に当たることを示して、圧力をかけたんだぜ。なるほど、相手を直接倒すんじゃなくて、法を使って倒すってわけね。そういうことだ。フィジカルの対決よりも知恵を使って勝つ方法を模索したんだな。でも、それって正面から戦うのとは違う感じがするわ。確かに、フィジカルな強さだけでなく、精神的な戦略も必要なんだぜ。ただ、大山自身もその立場を理解していたからこその選択だったんだろうな。話が複雑で興味深いわね。それが作品としても魅力的な要素となって、人気を集めたんだ。今回は大木金太郎 vs 大山益達の幻の異種格闘技戦について解説したぜ。そんなすごい試合が実現しそうだったなんて、昭和はやっぱり熱い時代だったのね。ああ、この二人が戦っていたら、どんな結果になっていたか。今でも語り草なんだ。プロレスの大木と、空手の大山。どっちが勝っても不思議じゃないわね。そうだな。昭和の格闘技ファンにとっては、まさに夢の一戦だったんだぜ。こういう話を聞くと、昔のプロレスや格闘技が見たくなっちゃうわね。視聴者の皆さんの、プロレスや格闘技の思い出も聞いてみたいわね。コメント欄で皆さんの意見も聞かせてほしいぜ。このチャンネルでは、いろんな話を扱っているから別の動画もぜひ見ていってね。チャンネル登録、いいねもお願いします。ご視聴ありがとうございました。